カキンがやってたからやりたかったのー。パチ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 。はい。先日ですね、ヒカキンさんが、カルピスウォーターとブルガリアヨーグルトを使っていたので、私も真似っこして作ってみようかなと思います。ハロー、ピグパー。まずですね、カルピスウォーターを150。そして、ヨーグルトを150ですね。ここでやろう。これね、1人前らしいんで、本当は倍量にしようかな。倍量にしようかな。じゃあ倍量にしますね。倍量でも入りそうだから倍量にします。300ですね。わざわざカルピスウォーターを買ってきましたよ。そしてヨーグルトが300。今ね、ヨーグルトって 400g 入りなんですよね。ないね、今年ね、かき氷あんまり食べてないんで、すごいなんかこれを見た瞬間に、あ、食べたいと思って、ちょうどうちに同じブルガリア、あ、でもこれ脂肪ゼロにしちゃった。大丈夫かな、ちゃんと固まるかな。 300g ってほぼ全量じゃん。あ、ちょっと分かった、戻せ。まあどうせ後でね、食べますんで一応さ、あ、ぴったり300にしましたよ。そしたらここに蜂蜜を、小さじで5杯というので、小さじで10杯、小さじで10杯っていうことは50なので、これで、15でしょ。30でしょ。若干残るからね。45は足りるかな。45の、ちょっと色付け、これでまあ50としましょう。もう結構液状だな。それにレモン汁を少々、まあ少々つってもね、固まらせる目的もあるでしょうから、まあ1杯は入れときましょうか。はい、こんな感じで、これでジップロックさんに入れて、うわ、すごい量になっちゃった。ちょっとね、もみもみして、この蜂蜜の塊をまんべんなく、カルピスと蜂蜜でめっちゃ甘いっすね。もみもみして、で、一応これを冷凍庫で3時間以上凍らすってことでしたけど、多分ね、途中で一回混ぜた方が綺麗にかき氷状になると思うので、もうかなり緩い、分離してますけど、大丈夫でしょうか。はい、じゃあこれを冷凍したいと思います。まあ、3時間経った時点で開けてみましょうか。では、後ほど。はい、今一瞬見えたかと思いますが、3時間では全く固まりませんでした。なので一晩冷凍庫に放置して、今出した状態がじゃ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 ーん、なんとか固まりました。ちょうどいい感じのかき氷ですね。開けてみます。このまま食べられそうだ。
もうすでに溶けてきている。私何も考えずにいつもの無脂肪のヨーグルトで作ってしまったので、ちょっと塊が悪かったですけれども、なんとかこういう感じでできましたね。ちょっと実食してみましょう。うんうん、まあまあいい感じ。うん、なかなかいけますよ。皆さんもよかったら作ってみてください。うん、作るときはちょっとね、無脂肪の感じだと、なかなか固まらなかったんで、できれば、普通の無糖ヨーグルトを買って作ってみてはいかがでしょうか。結構私的には甘さしっかり感じますけれども、もっと甘いのが良い方は、カルピスの原液をかけたりとか、蜂蜜を足したりしてもいいかなと思います。まあ簡単に作れるので、お子さんと一緒に作ってみてはいかがでしょうか。まあジップロックに入ってればね、好きな量だけ食べられるので、おすすめです。はい、それでは今日はこの辺で、チャオチャオ。ハロー、ピグパー。